はい、始まりました。毎度おなじみ、ゆうご .tv です。毎日、人生に役立つ情報を一発撮りで配信しております。毎日、おかい。てなことで、早速本日のお題を読み上げていきたいと思います。今日で20代がしておきたいことシリーズは最後です。さて、読み上げていきたいと思います。20代はいかに親がすごいのか改めて知る時期。こちらのお題に沿って読み上げていきまーす。10代の頃は親に偉そうなことを言っていました。育ててもらって当たり前、お小遣いがあって当たり前という状態でした。当たり前と思う限り感謝もありません。10代は親から育てられている立場上親のことを軽く見やすいです。親がいても親という認識が薄いです。しかし20代になると親に対する感じ方が変わります。20代はどれだけ親がすごいのか改めて知る時期です。学生生活は一人暮らしを経験することもあるでしょう。親からの仕送りがだけが頼りになります。足りない学費を補うためにアルバイトをするのですが、これもまた驚きます。こんなに働いているのにこれだけしか稼げないという現実に驚くのです。お金は不思議です。稼ぐのは大変なのになくなるのは一瞬です。自分が親にお小遣いをせびっていたことがどれだけ親を苦しめていたのかよくわかります。学校を卒業して社会人になれば自分の稼いだ給料で生活しなければなりません。見かねた親が手渡してくれるお小遣いがありがたく感じます。親が神様に見えるのです。人によっては20代のうちに結婚と出産を経験することもあります。子供を持つと子育ての苦労を痛切に感じます。自分みたいな親不孝者を親はよく我慢して育てたものだと尊敬するようになります。10代の頃に暴れて親を困らせていた人ほどよく反省します。もう全く偉そうなことを言えなくなるのです。20代は本当の意味で親という認識が生まれる年頃です。20代は本当の親子関係を築く時期です。お父さんやお母さんの誕生日には食事をおごりましょう。父の日や母の日にはプレゼントを贈りましょう。今からでもまだ間に合います。20代になってようやく本当の親子関係が始まるのです。今日の格言、親の凄さを改めて感じる。ということで本日のお題はこちらで、本日もご清聴いただきありがとうございました。明日からまた違うシリーズに入っていきますのでお楽しみに。